ああ、もういい時間だな。本当だね。腹減ってきたわ。じゃあご飯作っちゃおうかな。頼むわ。何がいい？まあ、カレーでもいいよ。カレー。ああ、もしくは、ああ、ハンバーグとかでもいいよ。そっか、ごめんね。でもってなんだよ！さ、え、あ、カレーでも、ハンバーグでもって。あ、え、カレーとか作っていただけたらって言えよ。おめえ作んねえんだから。カレーだってお前具材切んのめんどくせえんだよ、お前。煮込んだりとかよ。あ、そっハンか。バーグなんて特にめんどくせえだろ、お前。これの空気抜きが。すごおめえの空気抜いてやろうかな。すっぽけくえ。ポイトけよ。じゃあ両方作ってあげようかな。デモは失礼だったね。カレーとかっていけたりしますか？いけます。じゃあ、ぜひその絶品カレーいただいてもよろしいでしょうかしこか？まりました。さあ、ということで始まりました、世間知らずのすっとこどっこい TV でございます。はい。さあ、今回は世の中の皆さんに聞いたパートナーへのクソボケ案件でございます。ありがとうございます。私の方がですね、インスタのストーリーの方で日頃思ってるパートナーへのクソボケ案件を教えてくださいって言ったらね、とんでもない数来ました。結構来ました。来ました。それを抜粋しまして、再現してちょっと振り返ってみようかなということでございます。ということで、まず最初にね、1個目見てもらいましたけど、その投稿は何だったでしょうか？まず1個目がですはい。ね、〇〇でいいよじゃねえよ、唐揚げでいいよ、冷やし中華でいいよ、カレーでいいよ、は？なるほどできてね。まっすていうことね。です。ありがとうございます。ありがとうございます。〇〇でいいよ、あ、で。〇〇がいいなとかだったら作りがいがあるというか、まるまるでいいよって、なんかいかにもなんかレンジでチンするだけで終わるみたいななるほどね。感じで言われるとムカつくよね。確かにあ、これ気持ね。ちめちゃくちゃわかります。私結構スイーツ作りするじゃないですはい。か。なんか作りたい欲はすごいあるんですよ。何がいいかなとかと思って聞くと、しきってチョコバナナケーキでいいよとかって言わない。どの面下げて言ってんだろうとか本当に 俺だからね、思俺う。目が痛かった、自分で見返すのが。でも逆にだから、地域さん勉強になったんだね、じ勉ゃあ強にね。なるよ、本当に。でいいよって言い方はもう良くないですね、どちらもね。だからもう心許しちゃうとね、こういうことになっちゃうんだそうよ。ですね。ぜひ気をつけてください。はい、気をつけます。明日さ、そういえば私親戚の集まり行ってくるね。ああ、明日そうだっけ？全然いいけどさ、俺前か、沙織のさ、親戚とか何人かと会ったじゃん。沙織側の親戚の人って、変な人多いよね。そう？なんか、なんだろう、なんか空気読めない人多いというかさ、そうちの親戚とか、うちの身内にはいないタイプの人がいるから、なんか逆に新鮮だわ、マちょっジとで。ごめんね。え？めちゃくちゃ失礼だな。あ、こいつ。めちゃくちゃ失礼なことさらって言ってくんな。なんで、うちの親戚変な人多いって空気読めろ。おめえの方が空気読めてねえだろ、一番。おめえが一番空気読めてねえよ。なんだ、うちの親戚の人におめえがお目当てだった？春巻きかなんか取られたんか、こいつ。春巻き。だって空気読めねえって。おめえに言われたかねえんで、おめえの家族もそうだろ。お父さんとなしで急に連絡なしで家切ったりしやがって、空気読めてねえだろ、そっちのガーとの面込めてってって、クソボケ。確かに変な人多いかもね。もう失礼いたしました。私自身が変なやつでした。明日楽しんできてください。口を慎んで。はい。さあ、ということで、続いては。はい、続いては、こちら側の家族をディスってくる。これは結構、クソボケ度数は高いんじゃない？これ相当だよね。なんかそのディスり具合が、ボケっぽい内容なのか、例えば、めっちゃお母さん、なんかめちゃくちゃ下ネタ言ってくるよねとかさ、お父さんすごい下ネタ言ってくるよねとか、すごいなんポップ系か、ね。お父さんとお母さんお笑い好きでなんか突っ込んできたりとかボケてきたりするよねぐらいだったらまだ笑い話に笑い話ね。で済むと思うんだけど、でもこれに送ってきてくれたってことは多分結構ディスってくるそうんだだとよ思う、度ね。合いで言えば。クソボケ度数は高いそうだよ。よね。本当に内面をディスる系だと思うんだよね。私たちのさっきの動画みたいな内容のことを言われたら、私はもう飛び蹴りかますけどね。空気読めないよねとかって言われたらめっちゃムカつかない？わかる。せめて自分の身内を自分でディスって同調だったりそうするそうね。そう、自分発信で「この前ごめんねあれだったよね」とかだったら、で相当それでもひどい内容だったら言っていいと思うの。あ、なるこっね。ち発信じゃなくあてまりにも、あもま同り調にで。もだったら言っていいと思うんだけど、なんかその微妙なラインってあるじゃん、やっぱ。まあね。ほんと親しき中にも礼儀あるよ、これまあ、は。他人は他人だからな、そうなんだ親よ族は。ね。
どの具合なのか、それは確かにちょっと度合いによっては相当クソボケ案件ですね。これ言われた時我慢してたのかな、この投稿してくれた方は。どうなんだろう、気になるね、それも。まあ切れるっちゃ切れる人は切れる。私は多分すぐパッて言っちゃうね。なあ、うん、ちょっとぜひ気をつけてください、はい、ね、せっかくだしさ、あとでさ、なんか映画でも見る。いいよ、映画とかも。え、でもこの前なんか見たいって言ってなかったっけ。うん、分かった分かった、もう適当にやってよ。え、なんだっけ、それ見に行こうよ。いや、もういいよ、今日はもう。てかもう、あー、イライラする。どうしたの？なんかあったの？腹減ってんの、こっち。腹減ってる時にもうさ、なんかいろいろ話しかけないでイライラですか？てか、なんか飯とかないっけ、うち。ねえ。ちょっとごめんね。え？小学生かなんだ腹減って、イラつくって。気持ちはわかるけどさ、家にいる状況だったらなんか食えいいじゃん。あ、そっかそっか。食え、する話じゃん。わかるよ、お腹すいてイラつくの、私もごもっとも。でもさ、人にぶつけちゃおかしいよね。おかしいわ。人にぶつけちゃおしまいよ、お前それ。えろっこだ。ねえ、どういうつもりでできてんだ。くそくそ、バカげ、目立ったつかよ、かくえさあ、さかかさん、なんか作ろっか、じゃあ。いや、自分でどうにかして、あの、自分の機嫌は自分でどうにかします。うん、ごめんね、本当に。あれ、去年まで12歳とかだったんだ。いいえ、もういい大人です。さあ、続いては、はい、お腹空きすぎて不機嫌になる。ちな、話しかけても返事がぶっきらぼうで終わってる。なるほどね、これはね、もうまんま飼育さん。本当に私何回蹴っ飛ばしたか。本当にムカつくよね、これ。だってそれはさ、みんなそうじゃん。なんでそれは当たり前だと思わないの。みんながそうだって思わないの。全世界で自分だけだと思ってない、それ。だからこの企画にやるにあたってね、こうやって説教があるのでね、私はヒヨヒヨしてました。私ヒヨヒヨ、ヒヨコ、え、ヒヨヒヨ、なよなよ、ヒヨヒヨしてます。ビクビクしてました。私は本当にこれ、椎木さんに何回もこれで怒ったことあります。超リアルでした。だから、てめえだけじゃねえんだよっていう、クソボケ、マジで。そんなんさ、単純にさ、自分もあるよ。お腹空きすぎてめっちゃイラつくってあるじゃん、うん、超あんのよ、うん、でそういう時は、おーっと、ごめん、ちょっと一回だけさ、ちょっとコンビニ寄っていいとかさ、うん、またなんか食べていいとか言ってさ、食べるじゃん、うん、でごめんごめんって言えばいいだけの話じゃん、うん、え、なんでそれを人にぶつけるの。改善したいな、うん、なんかだから持ち歩いとけばいいじゃん、飴とかさ。その時によって食べたいものの気分が違います。テレビみたいなやつのことクソボケって言うんだよな。次行きましょう。あー、もういい時間だね。あ、本当だ。そろそろシャワー俺入っちゃおうかな。先入ってもいい、沙織。先入る、沙織が。ちょっとごめん。え、足の指の毛だけ。あ、ごめんごめん、あ、怖い。ごめん、長い長い、長かった。あ、汚いとこじゃん。思ったより、え、長くて最初怖かった。怖いって、何。怖かったよ。ごめん、お母さん、びっくりした。ごめんね。あと、お風呂入る前の足をここにペタって、だよ。あ、そうか。足の指の毛長えわ、親指だけ。ごめん、びっくりした。かいんだけど、風呂前にここピッとって、クソボケが、うん、なんかキュートで可愛い。ごめんね、あ、ちょっと長さ調整できたらするわ、うん、じゃあ続いて、はい、足の指の毛が長い。そんなでクソボケ。これもう多分別れるよ。足の指の毛が長いで怒られるんだったら、私も相当やばいです、うん、足の指の毛はもうあれ体質ですから。これは先ほど見てもらったので分かると思いますが、うん、あの、何回も笑っちゃって、私たちこれ撮るにあたってずっとヘラヘラしちゃって、かわいそうすぎて。そう、なんかその言われてる人がかわいそうって思っちゃって、なんかすごい笑っちゃいました。存在を全て否定されてる気がして。それで怒られるの。私もそれで怒ったことなかったからさ、そのなんて言って怒ればいいのか分かんなくて、まあ、うん、いるのかな。でもさ、うん、自分にはないものがあってさ、キモって思う時はあるじゃん。まあ、でも確かにちょっとと、自分がすね毛濃いからこそ、やっぱりその短パンとか履けないから、うん、逆に男の人とかで、濃いすね毛ボーボーで短パン履いてる人とかは、わーってなる。勇気欲しい、私もそのぐらいの。あー、まあね。だどう、それはなんか高め合ってるじゃん。うん。この場合はさ、もう。確かに、それで多いとは思わないんだよな。いや、ほんと、そこまで至る過程があるんじゃない？指の毛すらも、多分ムカつくようなことがあったのかもしれない、うんうん、それすら。足めっちゃ臭いとかね、とかね、うん、とかあるのかもしれない。足の指の毛が長いってきてて、じゃあこれやろうってなって、うんうん、シーキン実際に撮りましたってなった時、うん、本当にシーキンの足の指の毛が長くて、親指のね、うん、どうだった。めっちゃムカついた、それは。あ、理解できたんだ。
え、ショックなんだけど、じゃあ。あるあるなのこれって、もしかして。長いんだ、意外と、と思って。まあ確かに皆さんでも結構いろいろあったんですね。さあ、ということで、振り返ってみましたけど、これほんとごく一部ですから。数多くのクソボケ案件ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、意外とやっぱストレス溜まってるんですね。逆に、それはもちろん楽しい日はあるのかな。このクソボケ内容、結構辛辣なのもあった、ね、あ、そうなんだ。楽しいからこそ気づく、いつも楽しいからこそこういうとこやだなって気づくところもあるでしょうし、ね、そういう方もいるでしょうし、普段からずっと最近はもうこういうとずっとムカつくなみたいな人もいると思うし、一人の人はもう隠しカメラで見ててほしいですそんな切実な、もうありすぎて一個じゃ書ききれないんで、とかでも私たちがね、こうやって発信することで皆様の、あのパートナーとの日々の生活が向上して幸せに暮らしていけるんであれば、それが私たちの一番の狙いです。そんな役割は担いたくないんだけどそこまでの荷が重すぎるんだけど、私たちがその皆様のストレス発散しますので、無理無理、我々は興味本位で聞いてるだけですからすいません、その担いませんそこまでの、はい、まあ、数多くありがとうございました。ありがとうございました。本当にこれがまあどんな反響があるか分かりませんけども、うん、第2弾やるかもしれませんし ね、ありがたい。あなたの喉が潰れない限り、本当にこの皆さん分からないかもしれないけど、今この時点で今日切れる動画は102本撮ってるんですね。ちょっと喉チンコ見して何それ。いや別に今さらあなたの口の中見て何とも思いませんから、恥ずかしいです。喉チンコボケをしたかった喉が、いや、いいじゃん、見えてないのか。なもう一回言って。今日何本撮りしたんでしょうか。今日102本撮りしたんです。そんな撮ってないですけど、喉を酷使してる。ちょっとあんた口の中見せてみな。やってんだよ、おい、なんだよ、パーッて開いてなんか一言言わせてくれよ。ちょっとでもその関さんに全部やってもらってるんで、そこ本当に感謝なんですけれども、本当に喉がいつか潰れる、なので概要欄にあの送り先書いてありますので、ファンレター差し入れの等で喉ケアのものを、すいません、あの飲食物ダメです。あ、ダメか。そうですよ、喉飴とか受け取れないんです。じゃあホット喉マスクみたいなのあれば沙織さんに送ってあげてください。大丈夫です、大丈夫です。でまたね、皆さん送っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、また機会があればこういうのもやってみたいと思います、はい、さあ世の中のクソボケ、最近何か沙織さんありましたか。あ、常に横にクソボケがいるので、普段の生活では本当にイラつきが抑えられるようになりました。このクソボケのおかげです。どうもありがとう。口の中見せて。じゃあまた。